シャローシラジオサニーデーフライデー。でもさ、全然さ、ちょっとごめんなさいね、聞いてる方は申し訳ないんですけど、めっちゃ話取れるんだけど、はい、関西人の、はい、ノリとツッコミを文化って言うんだけど、はいはいはい、なんだっけな、あの関西人のそのノリとかツッコミってすごいなっていう話をなんかで、ね、見たの、ネットで、はい、で、はい、田村はそう、うん、関西とこっちを行ったり来たりしたりしてるから、うん、半分関西人だから分かるのかなと思うんだけど、うん、なんかあるね、なんかその関西人が、うん、あの東京の会社で、うん、まあ、ズームのミーティングをしたんだって、うん、でその時に、うん、まあ、関西人ってなんか一つ笑かさないとみたいな意識があったらしくて、うん、あ、おはようございます、あのなんとかと申します、うん、でその後に、うん、なんとかなんて言ったかっていうと、うん、まあ、昨日今朝ちょっとあの寝てる時に首筋を痛めちゃって、うん、首にサロンパス貼ってるんで、うん、臭かったらごめんなさいって言ったんだって、うん、なんて返すのが正解だと思う、これなんて返すのが正解ズームで喋ってんの、ね、そ, うそうそうそう、そんなん匂いするわけないやんみたいな感じ。ああ、でもだいぶ近い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 、さすが関西とこっちを行きしてるわけがあるわいやいやいや、正解なんなんですよそれは。いや、うん、ああ、なんか鼻スーズすると思ったわ。ノリツッコミかい。で、なわけねえやろって言うの。それ、東京で喋ってる人も関西人だろ。そう、だから東京、関西人だ、全員東京人で、一人だけ関西人がいて、うん、笑かそうと思ったんだけど、東京の人たち、誰もそのね、うん、発想に気づいてくれなくて、うん、ダダ滑りして、うん、東京の人冷たいわみたいな。ああ、バカじゃないのって思われたってことだよね、東京の人には。そもそも何の意図でズームだと匂いが伝わらないのに、あのサロンパス貼ってるから臭かったらごめんなさいっていうのをあえて言った意図がまず分かんない。関西人の人はそういうのをこう拾えるんだって。あ、なんか鼻スースーすると思ったわって、んなわけないやろっていう、のボケをしたりツッコミをしたりっていうのができるらしくて、あ、最新ってすごいなと思った。なんかオチは多分そのストーリーに入ってんだろうなっていう体で、多分聞く方も関西人になってるから、あ、そう待ち構えてんだろうね、こう、ああ、何もなかったのかいみたいなのは。へえ、確かにそれね思う。なんか東京の人と喋るのと関西の人と喋るときは、うん、自分もなんかこう喋り方は、喋り方というかこの話す、なんだろう、ロジックというか、うん、変えたりしてるかもしれないですね。東京の人にはちゃんとロジックをちゃんと、あの、組んで、喋るようにはするし、うん、関西の人にはどちらかというと感情的に喋るようにしたりとかは、するかもしれないです、うん。すごいな、頭いいな。そんなことできる人、うん、できねえよ、そんな。イントネーションとか難しいんだけど、関西の人って結構感情というか、喜怒哀楽とかにこう訴えかけた方、喋った方がすごい伝わったりとかするから。あ、そうなんだ。うん。そこら辺はなんか違うなってすごい思う。なんか喋って。へぇ。いや、それはすごい今の太田の話とかはすごいわかる。なんか徐々に温める温度の具合が多分違うんだろうね。こう。東京と関西だと、東京の人とかって関西の人ってこう徐々に温めていくじゃん、こう、うん、人の付き合いとかもこうどんどんちょっとずつ温めていくじゃん、仲良くなっていくじゃん、ね、関西の人ってちょっとずつじゃなくて、うん、まあ、最初からフレンドリーなのかフレンドリーじゃないのかみたいな、うん、そことかもやっぱりあるから。へえ、そこも違うんだろうね多分。あ、そうなんだ。あ、全然もう関西行ってねえからその感覚忘れちゃったでも確かになんかね、こう人と人の間の垣根が低いよねって思った。あ、そうそうそう、それはあると思うよ。うん、すげえやりづらかったわ、あっちでグイグイグイくんじゃねえよみたいな。グイグイくるんじゃねえよって思うし、もう俺もう関東に来てもう5年ぐらいかな、うん、
九州から帰ってきちゃってもう結構時間経っちゃったからさ、うん、今関西人とか九州人とかと喋って、まあ、コテコテの関西人や九州人が来るとね、うん、ちょっとやだわ。あ、確かに、なんだろう、オープンにするところとオープンにしないところの区別っていうのは、あの関東と関西だったら違うかもね。関西の方がもっとオープンにしないとやっぱフレンドになれないとかあるかもしれない、うん、東京の人って結構関東ってね、聞かないとか聞かないし、聞くとか聞くし、うん、聞けるかなっていう関係性だったら聞けるけど、うん、聞いちゃダメだなって時には聞かないし、聞かないように配慮してくれるしね。うん、ここら辺は違うよね、こう違うよね、そのね、仕方がね。うん、ね、関西の人ほんと頭いいなって思うもん。頭いいな、すげえわ。このね、サニーデイフライデー聞いてる関西の方、ぜひ今の話で思うことがあったらまたメッセージを。なんかネットの記事のサロンパスの話見て俺感動したもん。俺絶対ここね、それすごいね、うん、はい、大丈夫か、テーマいっぱいあるんじゃないですか、このトップ、ね、だいぶ話がそれましたが、あ、ちょっとこれ3つ目の話題、3つ目の話題、1つしかやってなくない今。だから先週の働き方はどうでしたかが1個目のテーマ、はい、あ、はいはい、2個目がズームについて、あ、そうかそうか、はい、で3つ目ね、はい、食事、食事、はいはい、まあね、コロナの影響でさ、はいはい、まあ結構飲食店の感染っていうのはやっぱり多いわけですよ。あ、はいはいはい、でも、うん、で飲食店でこう集団で会食をしたりするっていうのがさ、まあ、あんまりしちゃダメだよっていう中になってるじゃないですか。そうですね、うん、でどうです、実際そういうのって減りました？まあ、減りましたね。外食する機会は減りましたね。あ、外食する機会というかあれかな、飲みに行く機会が減りましたね。ああ、飲みに行く機会が減ったんだ。減った。お昼とか朝とかはやっぱり朝早かったりとかするから、うん、どっかファストフードとか行ったりするんですけど、うん、夜は飲まなくなったね。ああ、うん、飲み会がなくなったよね、ほぼ。あ、そうそうそう、うん、飲み会なくなった。俺もそれはそうかな、確かに。まあ一人でね、単純に食事を取るために飲食店に入ることは結構あるけれど、うんうん、まあ、そうじゃなくて、なんか誰かとコミュニケーション取るために飲食店に入るってケースは結構減っちゃったよね。ああ、そうそうそう、まあ仕事ちょっと喋って帰ろうかみたいな、うん、うん、感じになってるよね。そうだね、確かに確かに。そう、最近飲まなくなるじゃないですか、外で。はいはい、自然と僕もあんまりお酒飲む量が減ったんですよ。ああ、でなんかね、一時期ちょっと家とかでお酒飲む時が結構多かった時があって、うん、それが影響したのか分かんないけど、なんかすごい歯が痛くなっちゃって、うん、で全然その歯医者行ったんだけど、虫歯でも何でもないし、歯肉炎とかそういうのも何でもないしと、うん、で何が原因かなって言ったら、その、うん、歯ぎしり。 お酒飲むとやっぱり、なんだろう、 歯がこう、なんていうんだろう、圧迫しちゃうのかな、わかんないけど、うん、その歯が上の歯が下の歯を圧迫して、うん、その神経をなんかこう痛めてたみたいな。あ、そうなんだ。って気づいて、だからお酒をね、最近すごい飲んでないんですよ、僕。飲まなくしてんの、家でも外でも。マジか。もお酒飲んで歯ぎしりするの？そう、普通の時は何でもないんだけど、お酒飲むとなっちゃうらしくて、うん、なっちゃうだろうなっていうことになって、マウスピースつけてお酒も飲まずに最近過ごしてるんで、それは良かったかなと思いますね、ズームでやって。あ、健康的になりました。タバコも吸わないし、お酒も飲まないしみたいな。そうですか。はい、あ、そうですか。実は私も歯ぎしり悩んでるんですよ。ああ、そうなんだ。お酒飲んでる？いや、飲んでないよ。ああ、飲まなくてもなるんだ。うん、実はね、悩んでるのは実に僕じゃなくて、僕の妻が悩んでて。あ、はい。あのね、俺は分かんないの、歯ぎしりをしてることは。だけど、あの妻がですね、歯ぎしりがうるさくて寝れないとか言ってて、隣で寝てる俺の歯ぎしりがうるさすぎて、僕の妻が寝つけないっていうはい、はい、あの問題が発生していて、うん、俺マウスピース作るの。そうそう、あ、歯科技工さんに作ってもらった方がいいよ。ああ、
なんかハンズとかで持ってんだけど、うん、技工士さんにちゃんと作ってもらった方がいいと思います。あ、そうなんだ。うん、最初、ね、寝るときつけてる？つけてますね。あ、最初寝づらくなかった？あ、寝づらかった。なんかね、すごい圧迫されて。あ、うん、だんだん慣れてきた。慣れてきたね。なんかもうつけるのがルーティンになってるから、うん、つけないとなんか寝れないみたいな。へぇ、うん、なんか何が、なんかもうサニーディフライデーでも何でもなくなってきて、ただ雑談。歯ぎしりとかは、本当に歯になんか虫歯かなって思うぐらい、本当に痛い時あるから、うん、染みちゃって、ラーメン食えなくて。マジか、痛そうな、それは。歯ぎしりは本当早めに直せばいい、マジで。ああ、そうだよね。経験者語ります？そうだよね。うん、いやでもさ、俺となんか俺さ、お酒飲んでて歯ぎしりをする意味があんまりよくわかんないけどさ。なんかあれじゃないか、お酒飲むと口呼吸になっちゃうのかも、たぶん。そう。なので、ね、呼吸が浅くなるのかな。呼吸が荒くなって口呼吸になるの？そう、呼吸が浅くなっちゃって、鼻、うん、で普通呼吸してんだけど、口も呼吸しちゃうようになっちゃって、うん、それによって、何なんだろう、どういうメカニズムかわかんないんだけど、うん、なんかマウスピースも、なんかいびき用と歯ぎしり用って売ってるの。ああ。だから、いびきする、いびきとか口呼吸してる人は多分歯ぎしりも多分関係になっちゃうんじゃないかな。へえ。知らないよ。お酒を飲みすぎちゃうと、そういう風になっちゃうんだろうね。普通は何もないんだけど。へえ。そう。だからね、もしサニーデフライデーのリスナーの方で、お医者さんの方がいらっしゃれば。歯科技工士や、歯科技工士の方。メカニズムを教えていただけると。そうですね。ぜひお便りフォーム。そうですね。え、この話で合ってるの？何？合ってる？違う。食事の話がしたかった。食事の話、全然違う話で。食事の話、あと聞きたかったのは、はい、自宅での食事は増えましたか？自宅での食事、あ、増えましたね。増えました。お料理はするようになりますか？お料理はするようになってませんね。ああ。買った。家で、何食ってるの？買ってきたりとか、スーパーで買ってきた野菜と肉炒めたりとか、うんうん、なんかスーパーで切られてる野菜の煮込み用の野菜があって、うん、それをなんか袋に書いてあるなんか調味料入れて煮物作ったりとか、あ、そういう、あとなんかレトルトカレー食べたりとか、おぐらいですけど、えらいな、なんかちゃんとそういうのやんだね。いや、そういうのやんだねっていうか、ね、それはずっと弁当はきついでしょ、コンビニ弁当とかは。まあね。でも忙しい時はやってないよ。はあ。うん。まあできる時にはやろうかな、みたいな。すごい。節約になるかな、みたいな。まあ、素晴らしいと思います。モーターさんどうですか？いや僕はですね、完全に他人に依存してまして。他人に依存してましてってどういうことですか？まあ、妻がいれば、はい。料理する。はい、あ、いないとマジで何もしない。あ、何もしないっていう自分を求めている。停止感覚ですか？なんかね、違う。そう、当然まあね、まあ、あの妻はね、ちゃんと料理してさ、手作りで飯作って健康的に暮らしていこうぜっていう、はい、と言ってて、はい、僕もそれに賛同しているから、家にいる時間のほとんどが結構家事なわけですよ。はいはい、なんですけど、はい、一方で、なんか、だらけたいっていうさ、うん、本能がさ、うん、やっぱ心の底にまだ住んでるのよ。あ、はい、で、なんかこう、やったー、ラーメン屋行けるぜ、みたいな。はい。残金なもの食ってやろう、みたいな、そういう気持ちがどうしても現れてしまって。あ、はい。なんかね、もうラーメン屋行ったりとか、わざわざね、コンビニでカップ麺買ってきて家で食ったりとかしてる。あ、なるほどね。もういいんじゃないですか。まあ、気分転換というかね。はい。はい、じゃあ、やばいじゃん。その健康管理気をつけないと。そうなんだよ。それは働くにどう結びつけるんでしょう。働くことについてを考えるなんで、健康管理と働くについて結びつけましょう。難しいな。なんかそこはまあいいじゃないか。まあいい。いや、働き方考えるだったから。働き方考える。いいじゃないかじゃダメでしょ。そっか、いや、コロナと生活って感じだった。コロナと生活になってますよ、このテーマが。
あ、俺レジュメがそんな感じになってきた。うん、まあでもそうですね、なんか後で言ってください。そうですね、まあ巷でも言われてることですけれども、はい、まあ、外食産業が今落ちてて、はい、まあ、家でこう食事を作るっていう機会が増えてきてるので、はい、まあ、スーパーとかはかなり今売り上げ好調みたいですね。あ、そうらしいですね。中食市場がすごい需要高まってると、うんうん、それはあるかなと思うし、まあ多分それに伴って、ね、多分食料品以外の、うん、まあ、ちょっとこうキッチン用品をちょっとこうね、いいものを買いたいとかさ、はいはい、そういう需要もきっと増えてくるんじゃないかなと思います。まあ家にいる時間がやっぱね長くなっちゃうからね。うん、うん、まあ、それは多分あると思いますね。そう、この間さ、はいはい、砂糖と塩を入れるさ、はい、容器をね、ヒノキかなんかかな、これめっちゃ綺麗な木でできてる、うん、ヒノキかなんかの砂糖と塩という、まあ、ケースがあるんですけど、1個2700円で買いました。何がいいんですか、その2700円のやつは。デザインがいいんです。超かっこいいんです。デザイナーさんがそういう一流の方なんですか。いや、別に普通に、なんかそういうキッチン用品のショップに売ってただけなんだけど、まあ、なんというか、今までは、なんかタッパーとかにね、砂糖とか塩とか入れてたんだけど、あ、はいはい。まあ、それだとかっこ悪いし、ちょっと無機質な感じだもんね。無機質だし、まあ、なんだろうな、プラスチック製品を使ってるのはね、必要なくて、やっぱりできるだけこう、まあ、地球環境に優しい、木を使いたいかなっていうのがあって、えらで木のね超かっこいいのがあって、もう2700円ぐらいしたけどね、買ってしまった。すごいな、こだわったらやっぱこだわるだけやっぱ値段が張るんですね。張りますね。それによって仕事のモチベーション上がりましたか。あ、仕事に結びつかないけれど、まあ、台所に立ってる時に、あ、2700円の砂糖と塩入れるやつがあるわっていうのは結構気分が上がるかな。あ、うん、いいですね。はい。ありがとうございます。いろいろ日本の国のものを買ってくれて、消費税を払っていただきまして。そうですね。でさ、最後にさ、何でしょうか。最後にさ、はい、今後の飲食店。今後の飲食店、はい。田村さん、この先で飲食系あります？飲食系、まあ、あるとか。うん。飲食系はないです。ないか。いや、あるんだよ。飲食系が。でさ、なんか、こう、毎日こう、まん延防止等、まん延防、まん防とか、うん、あとはこの、緊急事態宣言とかがさ、どうなるのかって本当に気にしてるし、あ、はいはい、酒の提供するとかしないとか、うん、現場のスタッフはもうやり酒提供しましょうよとか言ってるけど、うん、社長はいや絶対ダメだって言ってるとか、あ、目の当たりにしてるわけなんですけど、うん、今後のさ飲食店、うん、コロナが明けた後に飲食店ってどうだろう、戻るかね。あで飲食店って、まあ、テイクアウトとかデリバリーとかって始めてると思うんですけど、うん、やっぱりより、なんだろう、食べたいものとか、より美味しいものとか、うん、そういうのを求める風潮がやっぱ高くなってきてるのかなとは思うんですよね。より食べたいもの、より美味しいもの。そう。だから値段が安いからこれ食べるっていうよりかは、なんだろう、仕事とか生活とかもなんか結構、前よりか結構無機質というか、シンプルなものになってきてるから、せめてやっぱ食べたいもの食べたいな、みたいな。っていう動きが強まってるから、より美味しいものとか、より質の高いものっていうのが多分求められてきてると思うんですよ。なので、まあそういう風な、なんだろう、美味しいレストランとか、まあ、美味しくはないんだけども、何かこう、いろんな、なんだろう、栄養素が取れるとか、そういう、なんかこう、ちょっとポイントになるような、うん、のが打ち出せるような飲食店は残っていくと思うんですけど、うん、安かろう早かろうみたいなとことかはあんまり残っていけないのかなっていうのは思うんですよね。そうだね。ああ、面白い、聞いたことある。なんかそのいいものを求める動きがあるっていうのはなんか聞いたことあるわ。うん。
なんかなんだろう。テイクアウトとか、デリバリーとかやってる会社さんあるんだけど、飲食店とかでも。うん、なんか、テイクアウトよりも、デリバリーとかの方が、やっぱ客単価が高くなるんだって。やっぱその自社でやるんじゃなくて、やっぱ出前館さんとか、ウーバーとか使うと、やっぱりその分配送力かかるから、やっぱ単価も上がるじゃないですか。うん。それもあるんだけど、あとなんか、その家とかで頼むとさ、スマホとかで。うん。あ、こんなメニューもあるんだと思って、ちょっと多めに頼んでみようみたいな。うん。あ、自分カツ丼食べたいと思ったけど、あ、こんなアルカルトあるんだ、天ぷらあるんだとか、枝豆あるんだって、なんか追加でポンポンなんか家だと結構気軽な気持ちで頼んじゃって客単価上がるみたいな。ああ。こともあるらしいんですよ。まあ確かに配送料かかる、どうせかかるんだからね。あ、そう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 。なんだろう。そういう、よりいいものとかだとか、食べたいものっていうのが訴求できるところであれば、今のなんか流れとかだと買ってもらえるのかなっていう、特に飲食店でもまだ影響しないのかなとは思ったりしますね。ああ、いいですね。うん。僕の個人的な意見ですけど。大田さんはどうですか？僕はですね、今居酒屋の産業がすごいこう苦しんでると思うんですけど、はいはい。僕の個人的な意見なんですけれども、はい。多分どっかで日本中にワクチンがこう行き渡り、うん、まあ、一人一人がコロナに感染する確率がすごく低くなる時代が来ると思うんですよ。はい。それが1年後ぐらいとかには来るのかなと思うんですけど、うん、そうなった時にこの 1,2 年我慢していた飲み会がやるぞってなって、うんうん、爆発的に飲み会が行われる時が多分、来年、はい、みんなめっちゃ飲み会行くみたいなさ、うん、年が来るんじゃないかと思うんだよ。来年ぐらいに22年ぐらいに、そう、はい、でね、なんかもう浮かれすぎてて、うん、アフターコロナやみたいな感じで、うん、浮かれまくって、はい、急性アルコール中毒で死ぬ人ができたりとか、あ、それはちょっと不謹慎だけれど、まあなんかこう反動でさ、うん、めっちゃの居酒屋が儲かる時が来ると思う。あ、確かにそういう動きは多分いつか出るんだろうね。うん。太田はさ、ちょっと一つ聞きたいんだけど、うん、なぜ居酒屋で飲みたいんですか？なぜ居酒屋で飲みたい？家じゃなくて、なぜ居酒屋に出かけたいなって思いますか？飲みたくなる気持ちっていうのは何なんでしょうか？飲みたくなるんじゃなくて、うん、飲み会がしたいだけなんだよね。ああ。会話がしたいだけで。おお。それはズームじゃ満たされないですか？まあ、まあ、二人だったらズームでもいいけどさ、うん、複数人で会話するのはやっぱりズームは向かないかなと思うんだよね。ああ。やっぱそこなんだよな。うん。そうなんだよな。うん、やっぱ喋りたいけど、やっぱズーム飲みだと心が満たされないみたいな。うん。だから外で飲みたいみたいな。そうそうそう。そこなんだよな。まあ、あとね、普通にちょっと居酒屋の料理が好きっていうのもあるけどね。ああ。そういうのでなんかさ、美味しいじゃん。なんか、だし巻き卵とかさ。はい。なんか、梅水晶とかさ。梅水晶、ああ、だんだん食べて、今、なんかすごい聞いたな。うまいね。うまいよね。大衆酒場とかにありそうなんですよね。そうそうそう。メッセージを今食べて。ね。すごい口が酸っぱくなったり。カリカリ、カリカリとなったり。あと、こう、飲食店だと片付けなくていいじゃん。なんか。うん、すべてお店の人がやってくれるからさ。うん、うん。まあ、楽だしね。ああ、それはあるよね。うん。お金払って、あと帰るだけみたいなね。うん。なんかあれだよね、お酒を外で飲みに行くっていう習慣がなくなったじゃないですか、会社の同僚とかと。うん。前よりはなくなってるじゃないですか。うん。で、そこのしわ寄せっていうのは各会社さんで起こってるのか起こってないのかってすごい興味ありますよね。ありますね。うん。例えば同僚とか部下とか、まあ若い方、新入社員とか若手社員とかに関しては特にあんまり影響、そこまで影響ないのかなと思うんですけど、うん。マネジメント層。うん、40代、まあ、30代後半とか40代とかぐらいの方たちにとって、お酒が飲めないっていうことっていうのは、うん、なんだろう、その部下を知るというか、部下の方がどんなことを考えてるんだろう、今みたいな。
で感じ取ってるんだろうっていうのが、うん、なんかありますね。確かにね、うん、難しいだろうねそれ。そういう機会が減ってしまってね、なんかこう人付き合いがこう減ってしまったのは否めないからね。うん、まあそれに頼るなんてことなんですけどね。そうね、先に頼るなっていうか、うん、なんだろう、別に嫌われてもいいじゃんっていう感じ。おう、ああ、うん、なんか過剰に嫌われたくないって思ってるマネジメント層が多分多いと思うんですよね、今の時代って。なんか、はい、これ言っちゃダメだろうとか、はい、俺はこう思われたくないとか、うん、はい、方が多いって思うんですよね。まあね、嫌われたくないって思うと嫌われるよね。あ、そうですね、うん、嫌われたくないとは思わない方がいいと僕も思う、はい、なんか相手のためになろうって思ってれば、はい、別になんか一時的に嫌われたとしても、はい、よく思ってくれる。そうだね、うん、なんか嫌われたくないんじゃなくて、嫌われたくないって好かれたいってことじゃない。ああ、そうですね、逆を言うとそうだね、うん、完全に見返りを求めてるじゃん、その精神は。うん、そうじゃなくて、こう、なんか誰かのために役に立とうと、はい、思うことの方が、そういう意識をする方が、嫌われないようにしようっていう意識をするよりずっと大切だと思う。あ、それはすごい大事なことを今おっしゃいましたね、ありがとうございます。でも、仕事してると忘れちゃうんだろうね、そういうのってね。ね。なんか自分がストレス溜まっちゃって、そういうのがやっぱり考えられなくなっちゃって、うん、なんか幸せな方に幸せな方にみたいなところが出てきちゃうかもしれないですね。うん、そうだね。もうこれからウォッチしていきましょう、僕らの方で。ウォッチというか、はい。はい。小田さん、テーマは他はありますでしょうか。私からは以上です。ウィズコロナ時代の働き方を考えるということで、今日は別にこれでサロスがやんなくてもよかったよねみたいな。なんか多少もう 80% ぐらい雑談が中心だったかなという感じも否めて、僕が歯ぎしりしてるっていうイメージしかついてないんじゃないでしょうか。そうだね。歯ぎしりとかね、なんか関西人のノリとかさ、なんか太田さんがカップラーメンをいっぱい買いに行ってるぐらいしか覚えてないじゃないですか。まあまあでもね、まあ普段の太田さんと僕じゃなくて、こう雑談してる感じのことも伝わっていいんじゃないですか、今日は。そうだね。はい。いろいろとね、リスナーさんも興味あるテーマとか、で先ほどね、あのお話ありましたけど、その、なんだっけ、テレワークのこととかね、なんかその、うん、ご質問がありましたら、またいつでもね、お便り欲しいですね。そうですね。はい。ぜひとも送ってください。はい。はい、サニーデイフライデーはツイッターをやっておりまして、アカウントは英語でサニーデイフライデーと検索していただければ出てきますので、フォローしてください。はい。また、お便りフォームも設けておりますので、ぜひともサニーデイフライデーにお便りをください。ここで、お便りのコーナー。おー、すごい。来たんだ。お便り来ましたよ。読み上げますね。はい。ラジオネーム、みょうさんです。はい。会社員の方ですね。こんにちは。こんにちは。今、第6回まで拝聴しました。ありがとうございます。ありがとうございます。冒頭の雑談は飛ばしております。かっこ笑い。飛ばすな。飛ばされてますね。なんか、ポッドキャストで30秒とか1分の、早送りね、できますから、まあ、スムーズにね、聞いてくれてるんですね。はい。ありがとうございます。まあ、いろいろ書いていただきまして、まあ、また最新回まで聞いていただきましたら、聞いてから質問させていただきます。ということで、いろいろと。これ、冒頭を飛ばしていますってだけ冒頭の雑談飛ばしております、笑いっていうことで。冒頭の雑談、ちょっともうちょっとなんか、意味ある話にした方がいいな。あ、でもあれですよ、やっぱこうね、労務とか人事に関して、やっぱりこう、専門的にやられてるでしょうね、多分。だから、僕らも、もっと専門的に頑張りましょう、そ話せるようにしましょう。そうですね、はい。はい、太田さんの良さは消えちゃうかもしれないですけど、雑談がなくなる。いや、僕雑談むしろあんまうまくないので。じゃあ最初からシリアスな感じでいきますか、今度から。シリアスな感じで、そうですね、はい、放送大学みたいな感じで。放送大学堅苦しい感じ、堅苦しい感じでいきましょうか。でもね、第1回から聞いてくれてるって嬉しいですね。第6回まで拝聴しましたって。覚えてる？第6回、第2回とか第3回とかさ、
ってやってるやつ。いやもう忘れたわ。聞きたくないよね。聞きたくないわ。恥ずかしいよね、なんか。てか、マジでさ、リアルな話すると消してほしいわ、サムラ。ね、これアーカイブですから。うん。そうですね。聞こうよ。聞いてみたら、なんか、あの頃はなんか幼かったな、みたいなのあるんだろうね、多分ね。うん、いやでも逆にね、リスナーさんにとっては、この第2回からこう、ギャッてきて、今、何回だ、230回やってますけど、うん、こんだけ田村成長したな、みたいな。こんだけ大沢さんが成長した、みたいな。見届けてる方もいらっしゃるってことですね。ね。はい。非常にありがたいですね。ありがたい。はい。ありがとうございます。みょうさん。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんもぜひお便り送ってください。はい。はい。はい。じゃあ、本日のゲストは、社会保険労務士の大沢さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。社労士ラジオ、サニーデーフライデー、DJ の田村陽太でした。それでは次回も、リスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。今日も気をつけて、いってらっしゃい。